はいどうも、菊太郎ちゃんです。本日はですね、まだ平和だった頃の動画をお届けしたいと思います。もう例のあれで、世界がこんなことになる直前でございますが、まだ試合があった頃の話でございます。再びですね、サンディエゴフィストコンバットに行ってまいりました。僕の試合はないんですけれども、藤田茜選手の試合の模様を、お伝えしたいと思います。それでは早速行ってみましょう。行ってみよう、キク太郎。サンディエゴのフィストコンバットに行く2の巻。さあ、サンディエゴフィストコンバット遠征、まずは休養していきます。往復1000キロなのでね、ど満タンにしていかないとダメです。同行するのはアイスリボン藤田茜選手、2年半ぶり2度目のアメリカ遠征でございます。本当にギリギリ満タンにしないとね、高い金払ってカリフォルニアでガソリン入れたくないからね。超満パン入りました。着きましたよ。はい、はい、どこ行けばいいですか。そっちです。今喋ってたのがダーティーロン・マクドナルド代表でございますが、この日とんでもないプロモをやらかします。本番、こんばんなんだ、日本人がいるぜ、悪乗りプロモ。これで私大ブーイング食らいました。こんばんは。こんばんは、森進一です。当たり前。友達なら当たり前。友達なら当たり前。Thank you.
第2弾初戦終わりました、はい、どうでした？いやー、プレーです。湧いたね。あ、よかった。湧いたね、藤田コール出て、はい、よかったよかった。いや、マジでプレーです。いやー、だんだんマクドナルドみたいなやつ思ったんですけど、うん、あいつやべえですね。あいつやばい、あいつやべえよ。あいつ頭おかしいから。いや、またやりたいな、あいつ。ああ。まあ、そんなこんなで、じゃあ500キロ走って帰りますか。帰りますか。はい、ご飯も食べます。量多くね。量多い。けど多分すごい健康的なもの食べてる。さあ食って帰りましょう。帰ってきましたな。帰ってきました。というわけで本日の移動距離約1000キロ帰ってまいりました。でも来週は、アリゾナ2日間です。では、はい、というわけでミストコンバット第2弾でございました。マイキーはですね、こんなことになった時も、無観客で生配信して寄付を募ろうかなと、それに真っ先に呼んでくれたりしてですね、すごいいいやつなんですけれども、残念ながら試合の方は中止になってしまいました。だけどその気持ちが嬉しいです。4月、5月の終わり近くまで今のところ試合予定がないんですけど、果たして菊太郎生き残れるのがこの異国で、今月はなんとかなるけど来月はちょっといろいろ考えないとやばいね。まあ、日本で T シャツの通販とかも再開しようと思ってますんで、何かありましたらぜひとも何とぞよろしくお願いいたします。またこの動画よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また楽しい動画をお伝えしたいと思いますのでよろしくお願いします。じゃあまたねー。